以前スパチャした石川県のベニヤです。今仕事の依頼で迷子の猫を探してるんですがなかなか見つかりません。何か猫を見つける効率的な方法がありますでしょうかちなみに先日堀モ森にもスパチャしちゃうんですが猫知らねえよとのことでした。<laughs> 彼は猫より牛に属婚ですかまあ、猫食べられないですからね牛は食いますけど。えっとまあいくらもらってるのかわかんないですけど。あの世の世中って,思って いる以上に暇な必要があるんですよねなのでその石川県のまあ何しかわかんないですけどその何し近辺でこの猫の情報をくれたらあの1,000円振り込みますみたいな書くと小学生とか中学生とか高校生とか暇でなんとなく Twitter やってる子とかが結構見つけたりするんですよね。要はその大人にとってみたら1,000円って出した金額じゃないですけど小中生にとって1,000円って超大金なんですよ。ななのでなんか たたまたま見かけた猫の情報を送るだけで世間とか魔女おいしいんじゃねとかどうせ暇だからじゃあ猫探そうぜみたいなことやるんですよ小学生って暇なんで。で野良の,の状態になってるとすると結局あのどこかの餌場を見つけることになるのでなんだかんだ言ってそのゴミ捨てバーだったり人の住んでるところの近くに行きがちなんですよね。 なのであのまず保健所のすべて手配してそのこういう猫いたら連絡してくださいっていうのをやった後にそに野良猫をあのもし知ってたら1,000円あげますみたいな形で Twitter とかで騒いでみるといいんじゃないかなと思います。